はい、どうも皆さんこんばんは、しもです。今回ですね、ウルクスス2つのレベルじゃない、超特殊化1、2、3、なんだろう、あれだな、ライゼクスをさ、ソロでやってたからさ、パーティーのありがたみがわかるわ。まだ狩り始まって2秒ぐらいだけど、もうなんかパーティーのありがたみがわかる、本当に。あ、でもソロはソリだ、ダメだわ、ちょっとさっき起きたばっかだからダメだわ。もう今ね、この動画が出てるの多分ね、もうこの動画撮ってから1時間後ぐらいだと思う。編集して、ちょっと編集して出すだけなんで、あれなんだよね、最近もう疲れちゃってさ、とにかく寝ちゃうんだよ。あ、どうもい、どうもい、寝ちゃうんだわな。あ、大丈夫、蹴らなくても大丈夫だよ。まあ、声届かねえから無理か。声届かねえか。ソロはソロでね、かなり楽しいんで、まあまあマルチの楽しさもあるからな。はい、当たんねえか。さあ1回でクリアしたいところだね。時間もないんでね。基本ね、超特殊化は動画見てもらえれば分かるけど、ほとんどが撮り直し、なってるじゃん。3落としてあれみたいな。やべえな、言葉だ、分かんない。これ後ろ下がってくんだろやっぱり。無駄なとこばっか覚えてる男、バカ野郎。強いな、思ったより。多分雪玉食らったら一撃だよね。はい、さあこっからだね。ため切りで一気にさっきの分取り返す。1、2、3、くそ。はい、危ねえ。あれ後ろ下がってると食らっちゃうね、ブレイブでも。これは後ろか、後ろだ。これすごいよな、めっちゃ滑るじゃんって感じだよね。1、2、3、ひるめ。あ、ひるむ以前の問題だったわ。さあちょっとみんな攻撃できてないね、やばいな。まあ多分すぐそのうち俺も含めてみんな慣れてくると思うんで、そしたらだな、そっからちょ、俺マジ当たってないんだけど。マジ攻撃が当たってないんだけど。さあこれよ、これ、これ尺取り技に、尺取り技、基本あの尺取るからね、ウルクセスは。1、2、やばい、本当に何もしてない、本当に何もしてない。1、2、3、さっきね1回ソロで練習してきたんだけどね。1、2、3、 OK。 あ、ムーンブレイク持っていくの忘れちゃった。ウルクスぐらいならムーンブレイクでちょっと遊びたかったけど、まあしゃあなしだな。1、2、3、 OK、 ナイスフィルミ。1、2、3、はい、さらに、はい、あれ、あ、こいつ雪玉あれなんだ、雪山じゃねえよ。雪玉中にひるむとこんな感じで隙だらけになるんだ。雪玉、音の爆弾誰か投げたのかな、そういうわけじゃない。1、2、3、くそ。はい、雪玉投げるとき結構チャンスだね、隙だらけだもんな。投げろ、そうじゃナイツ、オッケー。はい、もういっちょ、オッケー、ちょっと慣れてきて当たるようになってきたね。よかったよかった。これは雪投げか、怖い、危ねえ。あ、でもダメージそんな強くないね。一応粉塵飲んでこうかな。あ、報酬、保険の飯俺食ってきてるんで、あと2回死ねるからね、これは大丈夫そうかな。はい、やっぱこの骨格だと青柱が強かったな。お前は青柱の足元にも及ばん。はい、やっぱ青柱といったらあれだよ、やっぱりダイナマイトシャケクロウ、あれがさ避けにくいったらあらしないじゃん。後ろか、違う、これ食らうと雪玉になるじゃん、あれが嫌だね。うん、あ、びしまっちゃった、ボケ、何やってんだ俺。ここは粉塵ですね、ちょっと狙わないでー。さあ死が見える、死が見える、死が見える、トゥー、危ねえな。ああいう時はね、離れると確定で食らっちゃうんで、狙われてる時は近づくのが基地ですね。昔っていうか、多分クロスの初見プレイの時確かそうやって死んだんだよ俺、そんな感じじゃなかったっけ、確かそんな感じだった気がするんだよな。クロスで初見で死んだのはこいつと2つだ、ディノバルドぐらいかじゃなかったっけ。多分動画化してるんでね、覚えてる人は覚えてるかも。はい、やばい、怖い、 OK。 はい、さあここからもう一回ため切り当てていくぜ。バカ滑んじゃねえ、すぐ尺取る。
尺取るとこに、尺取ることに快感を覚えたもん。ちょっとお前さ、ほんとに寝起きって口回んねえんだよな。さあ余裕持って動画撮りたいけどね、ちょっとなんかね、いつの間にか寝てんだよな。1、2、3、昼寝するつもりがなんか5時間ぐらい寝てたわ。なんかあのやっぱ最近動画で言ってるじゃん、朝早く起きてるみたいな。なんか朝早く起きるとね、昼寝の時間が鬼長くなるんだよ。昼寝じゃねえんだ、もうなんかほぼ爆睡みたいな感じだからな。1、2、3、ちょっと回復しといた方がいいよね。やめちぐりー、あ、1000個玉投げてるね。 OK、 1、2、3。じゃあ なんで俺ちょっと右にずらすんかな。右にずらす癖があるんだよね。はい、これ俺だな。ナイス狙い、今1、2、3、 OK、 ナイス俺。ナイス俺、ナイス俺っつうのは俺じゃなくて、あの折れるの俺ね。やばいやばい、あ、怒ったか。1、2、やっぱブレイブ体験と攻撃ミスの相性は抜群だな。あと抜刀返しもついてるから本当にダメ稼げるからね。これはちょっと避けた。 OKOK、 殴りたいけどちょっと怖い。来た、こっち向け。あー、 OK、 いやー滑りまくりだな。1、2、3、あ、今螺旋山やってた、気持ちよさそう。俺もやりてえな。あ、次双剣使おうかな。でもなー、超二つだに、超二つな。超特殊だに慣れてね、双剣に行くのはちょっと無謀か。1、2、3、はい、やめてーやめてー、危ねえ。いやー、食らうんかい。さあちょっと超特殊な、超、あ、どこ行った。あ、そっちか、びっくりした。今壊す、今でしょ。 OK、 今1、2、あー、地震が。 OK、 ギリギリ溜まった、いけ。はいはい、 OK。これさ、なんかたまにこれ、あれめっちゃカーブするときあるよね。え、ホットドイン切れてる。あ、違う、雪やらりか。はい、あいつの可愛い尻切るよ。はい、バカ野郎、危ねえ。ナイス顔面。はい、よし、さらに、はい、もう終わんじゃね、まだ終わんねえか、さすがに超特殊強化じゃん。はい、突きやり、1、2、2でやめとこうって言ったけど2でも当たんないと。スイー、はい、あー、そう、ああやってね、なんか止まったふりしてあれしてくから、あそこ気をつけた方がいいよね。1、2、ナイス顔面。はいはい、もう一丁いけるか。1、2、3、無理か、あれ、よし、オッケー、ナイスキルミ、さらにセイ、さらにセイ、危なーい。あ、来るぞ、止まったふりして、止まったふりして来なかったわ。これカーブしてくれるじゃない、左だ。あれが意外と受けにくかったりするんだよな、突然カーブされると。あー、そういえば超特殊な、今何個だっけ、ようやく半分ぐらい、半分ぐらいじゃない。ちょっとオーマだけソロでやろうかな、オーマじゃねえ、静電手ソロで終わったから、ちょっとオーマもソロでやろうかなと、あ、じゃなくてオーマもソロでやるんだけど、ちょっとあと2体か1体ぐらいやろうかな。なんか静電手が一番強いとは言われてるけど、やっぱ個人差あるから、なんか天眼とオーマがやっぱ次の候補に来るらしくて、ちょっとじゃあそこら辺の候補に来るやつらもソロでやっちゃおうかなみたいな感じだね。あれだよね、あ、疲れてる。10個超特殊なのクエスト10個クリアすると、今ちっちゃい黄色の王冠だけど、なんかそれがちょっと大きな王冠になるらしいの。教官になるってないんだよ、なんで教官になっちゃうの。さすがにそれは黒帯チケット S。 待って、危ない。そうだから、その10匹目ソロで買ってさ、そのあれにしようかなっていう、あれよ、動画的に良くない見栄えが。天眼行こうかな、じゃあ天眼行くか。はい、1、2、ひらめ、あー、踏んじゃなんのか。はい、
やめて叫ばないで。あ、そうか、俺あれだ、超高級店じゃない、高級店ついてんだ。これは後ろか、違う。 OK、 1、2、当たるよな、当たるよ。まあ今のはしゃあない、事故、今のは事故今のは事故。結構こいつって結構先行玉有効なの、俺全然わかんねえんだよな。クロスそんなやり込んでねえかんな。飲め飲め。さあまた貯めるところからだな。くそ、この地震が嫌だよね。地震、耐震つけてきたくなるわ。あれ、ブレイブ攻撃すればよかった。はい、ほい、やべ、氷やられになってる。ちょっとこれ狙われてる、やばいかこれ。あ、やばい、あ、やばいやばい。しかも足しびれた、やべ、あ、やべやべやべ、当たんな、奇跡的に当たんな、痛い。ちょっと待って、足しびれた、やばい足が足ピクピクしてんだけど。なんかさ、あ、そうさ、俺さ、なんかちょ全然違う話していい、最近足がねすぐしびれんの。大学2年ぐらいの時からかな、足がすぐしびれて、なんだろうね、甘いもの取りまくってるから、なんか糖尿病に近いあれになってるのかなとか思ったんだけど、なんなのこれ。もうさ、異常なんだよ、異常なぐらい。当たんかい、あの足がしびれるのね。あ、切らなくていいよ、いや切らなくていい、切らなくていい。いつも俺の動画でこう切ってくれる方がいるんだけど、全然いいからね、もうむしろ捨ておくぐらいで。はい、あれじゃん、やっぱ超特殊効果だと、その味方の状態上を直そうとしてる最中にそのせいで死ぬなんてことは多分全然あると思うから、どんまい全然あると思うから、まああれやな、まああれ、うん、蹴らないで普通に自分のその生存率を高めていただければなと。これちょっとあれだな、さすがにスタミナちょっと回復しこないとやばいよね。さあ狙いたいけど、ドン、これ超好き、これ超好きだわ、そのライダーキックそのライダーキックめっちゃ好きなんだけど俺。わかる？あれいいよね。あれがウルクスの19モーションでしょ？ウルクスっていうか2つなんか。当たれ！よーっしゃい！今すごいかっこよかったね。尻 VS 体験みたいな感じで。はい、お疲れ様でした。ということで、2つのウルクスでしたね。まあなんだろう、同じ骨格の青柱の足元にも及ばないやつ。さよなら。